こんばんは、渡辺かりんです。和やかセックスのお話の時間です。今日はですね、また中にご案内いたしますね。なぜ私が毎晩このような動画をアップしているかといいますと、日本文化を作ってきたその土台の根底の核心になるものが女性のここだと思ってるんですね。ここが豊かに潤い、とても活性化していた。それだから、神秘的な力を男性にも分け与えていた。そして男性と女性がお互いに相手を尊重するきちんとした性行為をできていた。そういう歴史、長い歴史の上に日本の文化が育ってきたと確信しておりますので、その大事なところ、最近は、おろそかになっておりますので、こうやって皆さんの意識を皆さんの意識に、性は大事で神聖で尊いもので、日々活用して自分自身の体の、浄化と癒しになるように活用していくよう、その応援ができたらと思ってやっております。ではまた今日も行きますね。ここ女性の体、神聖なる神殿の中に行ってきます。では失礼します。ここはですね、女性の膣の中を再現というか、アートしてみました。よいしょよいしょと今前進しております。私の向こうにあります、ここがですね、子宮口です。ここが子宮口、この丸いところ、その向こうがですね、子宮です。宇宙とつながってる子宮ですね。で、子宮には入りませんけど、ここの膣の中までは、人の手なり性器なり入っていくことができます。ですからね、子宮には直接宇宙にはアクセスできないんですけど、この宇宙と地球のをつなぐトンネルの膣の中までは入る、そうです、触れることができますね。ですからここを最高の状態にすると、こう思っている女性自身にとっても健康、美容、それから運勢的に活性化されてますし、こういった豊かで温かくて、柔らかい膣の中に入った男性も喜びとエネルギーを受け取ることができます。でもここで男性がですね、相手の女性の反応を確かめず、むやみやたらに暴れたり、乱暴に傷つけたりすると、そのご利益は一切男性の方には流れないわけですね。お互いに、女性も特に女性の状態がいい感じになったところに男性が合体しますと、スピリチュアルなパワーも宇宙から授けられるわけです。まず大事なことは、女性自身がここをこういった感じの雰囲気の膣に育て上げることですね。ですから心地よさを自分でちゃんと把握しておくと、その把握するためには日々セルフプレジャーで耕しておく、自分の好み、本当に微妙で繊細な好みを、女性が自ら把握しておくこと、育てておくことが大事です。はい、では今日もここから出ていきますね。
よいしょってここから出て、今日も私も生まれ直しができました。それでは、皆さん、今申し上げたことが少しでも皆さんの人生にお役に立てればとても嬉しいです。私ここをですね書いて、自分の自画像、そう女性器の自画像を書いて、参加者同士で見せ合って感想を伝え合うという、そういった音質アートセラピーというのもやっておりますので、そちらの方ナビゲーターも、私やナビゲーターが全国いろんなところでズームで開催しておりますので、そちらの方もどうぞご参加ください。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた失礼します。